ナヌークサウルスは、白秋高期マーストリヒチアンのアラスカノーススローププリンスクリーク層に生息していた、絶滅したティラノサウルス科の恐竜の一族。部分的な頭骨の化石のみが発見されており、知られている種は、ナヌークサウルスホグルンディ一種のみである。頭部の復元図ナヌークサウルスはティラノサウルス赤の中では、中型の部類であり、全長はティラノサウルスの 約半分にあたる6メートルと推定されている。この体格の小ささは、北極圏という高緯度地域の過酷な気候の下適応したものと古生物学者フィオリロトキコスキーは推測した。ナヌークサウルスの頭部には鋭い鼻筋があり、ティラノサウルスに近縁であったことを示唆している。近縁種の肉食恐竜の形態に基づき、 ナヌークサウルスの頭骨の長さは6 0トルから7 0トル程度と推定されている。ティラノサウルス赤として同定された根拠としては、前頭葉と類線が、糞の側に突出した長い構造により分けられている。点、後方先端に位置する歯が、後方の歯より小型である。点、頭頂部の骨が癒着した構造が挙げられる。北極圏に生息していたということで、 羽毛の生えた復元が多い。また、カーネギー自然史博物館の古生物学者、マットラ・マンナは、ナヌークサウルスの皮膚が、南方のティラノサウルス化よりも分厚かった可能性が、高いという趣旨のコメントをしている。タイプ標本2006年、アラスカノーススロープの企画手越飼育採石場から、中型の獣脚類の化石の断片が発見され、頭骨長は、 約 60cm から 70cm と推定された。はじめはゴルゴサウルスに、その後はアルバートサウルスに含まれていたが、ペロー自然科学博物館を経て新棚族であることが認められた。タイプ標本である DMNH21461 はプリンスクリーク層で発見されており、6910万年前のものである。 頭骨の下顎の一部分から構成され、断片は互いに付近で発見された。頭頂葉の一部や前頭葉、右側の尾腔、左側の歯列も発見されている。標本は完全に成熟した個体であり、鼻筋が滑らかであった。ナヌークサウルスは2014年にアンソニー・ R ・ール・フィオリロとロナルド・エスティコスキーにより記載、命名された。もし種は、 ナヌークサウルスホグルンディである。俗名は、北極グマを意味する、ナンクトトカゲを意味する、ソーロスに由来する。種商名は、事前事業家、ホレスとホグランドの事前事業などでの功績を称えた、ものである。ナヌークサウルスと、他の獣脚類との比較、ナヌークサウルスは、高度に進化したティラノサウルス赤と見られ、ティラノサウルスやタルボサウルス、 ズケンティラヌスを含むグループの姉妹群と考えられている。左側の顎の白変7000万年前の北、アメリカはララミディア大陸の一部であり、寒冷でかつ白夜と極夜が存在していた。白夜がある夏の時期は獲物を捕食できる、可能性が高まるが、暗い冬には獲物を得る機会は減少し、捕食動物はほぼ獲物にありつけなかったと推測されている。本来は、 ベルクマンの法則に従って、寒冷地域の動物ほどを大型化することが多いが、大型動物は多くの食料資源を必要とするため、ナヌークサウルスが小柄であるのは、食料資源の不足が要因である、可能性があるとフィオリロは述べている。アラスカに生息していたトロードンは、南方の個体よりも50%ほど大柄であったが、これはトロードンの目が大きく極夜の状況下でも視力に、 頼って狩りを行えたためと考えられている。ナヌークサウルスは寒冷な気候による食料供給の減少ゆえ小型化している可能性が高い。頭骨の形状から脳の肥大化した領域が嗅覚を司る部位であることが示唆されている。これはティラノサウルスと同様に獲物の匂いを頼りに狩りを行っていたことが導かれている。これは死肉を漁るよりも 積極的に生きた動物を襲っていたことを示している。セコイアが反模する森林でハドロサウルスカなどの植物食恐竜を捕食していたとフィオリロは推測している。かつては極限の極野や食料を不足から逃れるため一体の恐竜の一部は原生動物のように渡りを行っていた可能性が指摘されていた。そして移動能力の低い小型恐竜や極竜類は 極限で陶器を過ごしていた可能性も指摘された。この場合ナヌークサウルスが移動と残留のどちらを選択したかは不明だった。だが2020年の研究によると恐竜が極めて長距離に及ぶ渡りを行った可能性は低いため恐竜たちは極限で一年を過ごしていたとされる。ナヌークサウルスのタイプ標本はマーストリヒチアンのプリンスクリーク層のものである。 7100万年前から6800万年前の企画手越しい草石場のプリンスクリーク層はマーストリヒチアン後期の初期に位置づけられている。その地点における層の岩石を年代測定したところ、岩石の平均的な年代は6910万プラスマイナス300万年前のものであったため、ナヌークサウルスもその時期に生息していた可能性が高い。層は、 ノーススロープのコルビル川に沿っており、堆積物で構成されている。高度地域に分布する、ごく少数の恐竜の一つであることが分かっている。当時の地球は現代と比較して温暖で、ナヌークサウルスが生息していたアラスカは、現在のワシントン州シアトルに近い気候であったが、戦術のように極夜などもあり過酷な環境ではあった。セコイアの森林が茂り、海岸沿いの平地には、 花が咲いていたと見られている。クリスティーン・デル、アモーレ、ニュー・ピグ・ミート・ラニス・ア・ファウンド、ロー・ミード・ザ・アークティック、ナショナル・ジオグラフィック協会、2020年3月27日閲覧。ABCDEFGHIJKL ・フィオリロ、AR ・タイコスキー、RS ・ドットソン、ピーター・エド・ A、デミニオティブ・ニュート・ラニス・ア・フロム・ザ・トップ・オブ・ザ・ワールド、プローズ・ワン・キュ E91287 ドイ10.1371ジャーナルポネ0091287 PMC 395万1350、プミド2462万1577、http コロンスラッシュスラッシュ www.plosone.org スラッシュアーティクルスラッシュインフォパーセントサムアドイパーセント2回10.1371パーセントニフジャーネル、ポネ 0091287ABC クリスティンデル、アモーレ、ティラノサウルスの小型種、 極地で発見。ナショナルジオグラフィック協会。2020年3月27日閲覧。フィル・アールベル、エリックス・ニボリー、ポーラー・ダイナソーズ、オン・パレード、エイレビュー・オブ・ダイナソー・マイグレーション。アルチリングア、アン・オーストラレジアン・ジャーナル・オブ・ペイリアントラジー32、271から284、ドイ、10.1080。 03115510802096101https コロンスラッシュスラッシュ doi.org スラッシュ10 10.1080スラッシュ03115510802096101デビットカイトレルチャールズ M ・ヘンダーソンジェイソン S ・アンダーソンニューアプリケーションオブストロンチュームアイセトップスレビールズエビデンスオブリミテッドマイグラトリービヘビアイ,ーアインレッド クラテイショスハドラソース。バイオロジーレターズ十六ドイ十点一零九八 RSBL 二千十九点零九三零ビシュン百四十四から九千五百六十一 h t t p s コロンスラッシュスラッシュドイ .org スラッシュ1 0一零九八スラッシュ r s b l 2 0 1 9零九三零ありがとうございます。